はい、どうも、ラギです。もう少しで、スーパーマリオメーカー2が出るということなので、ちょっとワクワクしますね。楽しみだ。今日は俺も久々にスーパーマリオメーカーやっていきたいと思います。ということで、行きましょう。トゲトゲ。トゲトゲ。トゲトゲだ！バー！早い！待って、早い！スクロールか、強制スクロールだ。これはきっと、ダメージを受けても、ファイヤーフラワーを取れっていうことなんでしょうね。オッケーオッケー、ギリギリ危なかった、今危なかったね。キー！いや、いける、でもこれいけるぞ。しっかり取って。オッケーオッケー、しっかり取って。ダメージすぐからやっちゃうな。いや、大丈夫。はい。あ、はい。ファイヤーフラワー取れなかった。パン。危ない。危ない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 。オッケーいいよ。オッケー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 。大丈夫大丈夫大丈夫。このまま進め、このまま進め。大丈夫大丈夫だ。このまま、このままもうよくわかんないけど、進め。あー、ゴール、イエーイ。トゲトゲだったね。本当にトゲトゲだ。びっくりした。迷路3！ 迷路か。そういう感じね。これはまたちょっと目が痛くなる迷路ですね。迷路って場合も時間がさ、500秒あるからさ、ぶっちゃけこれ時間かければいけるぞ。いいのか？いけちゃうぞ。そしてゴールがどこ、あ、書いてあるじゃん。ちゃんと土管に矢印書いてあるじゃん。優しい。は？優しくない！全然優しくない！なんだこれ。信じねえや、もうこの人。この人信用するのはやめよう。よし、じゃあ、また。あ、ちょっとこれ遠回りですね。遠回りしてますね。でも土管は入らない。あの人はもう信じないからな、俺。嘘つきだ。嘘つきや泥棒。信じない、もう。もう信じない。やだ、もう。迷路なのになんでこんな死ぬの？じゃあこのドアは？いや、このドア一番怪しいよな。でも YouTuber としては入らないと。なんだこれ。ま、だろうと思ったよ。だろうと。だってこんなすぐ目と鼻の先にゴールがあるわけないもん。普通は吹ききっかけだもんね。だそうよ。しゃあねえ。これ右側行くしかないよね。右行きすぎるとさっきみたいに下落ちちゃうから、ここら辺で上かな？もうちょい上じゃない？あ、なんか登れへん。あ、登れた。あ、でもこっち行けないな。ってことは右だ。この隙間に入りたい。よし。ここなら大丈夫。オッケー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 。で、右側行って。この上は何あるんだ？あ、オッケー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 。あー、待って、また迷路がある。でも迷路、こっちの迷路は簡単だ。よし！クリアー。ちょっと騙されまくったな。踏むな！ P スイッチ。P スイッチを踏むなってことや。はぁ、目の前にあった。危ねえ。危ねえ。これ踏んじゃダメなんだよね。え、これ、踏んだ瞬間、もうすぐ即死だね。あー、危ない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 。大丈夫、ジュゲームが俺に追いついてこない。もう急に止まるとね、ジュゲームもびっくりよ。やっちゃった。少しでかすってもダメだ。お、お、ない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 、もうない。危ない。いけるんじゃないこれ。あ、いった！やった！意外と簡単だったわ。あ、P スイッチ邪魔でマリオが入れないよ。お父さんシス。なんか変なタイトル見つけたんだけど。お父さんって、え？あ！なるほど！もう、デカマリオじゃここ渡れないから。
なるほどね。お父さんって自分が大きくなったってことか。そういうことね。いけないのかな、これ、ほんとに。いけないわ。いけない。いけないね。これやり直さなきゃな。そういうことね。よける。おーしたー。しかし、物騒なタイトルつけるな。おっさんシス。あ、おっさんじゃない。お父さんや。かきくけっこ。とてもタイトルにやる気のない名前。かきくけっこ。危ない。なんかバンになりました。やべ、このままここに居続けるとやられちゃう。ご利用した。ほら、ご利用した。よし。かきくけっこ。ゴール。ご利用しできちゃいましたね。短いコースだから頑張って。応援されましたね。短いコース。壁。今までで一番屈辱な死に方。